ジャン君。おはよう、ジャン君、そしてポンちゃん。はい。はい。じゃあ、かいで。ジャン君。はい、で。何を考えているのかな。ジャン君、ジャン君、今日もすごい暑いっぽいよ。もう部屋の中で過ごそうね。ね。ジャン君、伸びてるの？そうなのね。暑いからね。手て伸びてて可愛いの。ちょっとお手て長い。ジャン君。可愛い。ジャン君。ジャン君可愛い。可愛いよ。ジャン君よくお手て伸びてるよね。ねえ、ジャン君。ジャン君。かわいいね、ジャン君。かわいい。取っちゃった。ワンちゃん。はい、おかえり。ここの部屋32度以上あったよ、ワンちゃん。暑かったでしょ。ねえ。これ、チェックしに来たの？チェックしに来たの、ばんちゃん。お誕生日プレゼントをもらいました。が、7月15日と7月30日のちょっと遅ればせということで、合唱団のお友達からね、うん、だいぶ若いお友達だけどいただいちゃいました。あれなのね、1ヶ月以上遅れてすみませんってお手紙入ってたよ、ポンちゃん。そして実はこれも遅れて、そうね、うん、一応ちょっと事情を知らない人なのでこれを送ってくれました。ありがとう、すごくありがとう。だけどこの人が、この人が石がということで、ありがたくいただくところませんそうなのね。これは中開けなくてもいい。開けましゅう。これなんか美味しそうだよ。これなんかどこか行った時に買ってきたらしいんだけど、バターとリンゴのお菓子みたいよ、うん、クッキーとフィナンシェ。はあ、こっち先開ける？うん、どっちでも。フィナンシェはフィナンシェだよ、焼き菓子。あのフィナンシェねーって。私が好きなやつ。全然イメージできてないけど、私が好きなやつあれ、シールもミッキーになってはるよ。お手紙もミッキーでした。かわいいやつ。よいしょ、ミッキーちゃんです。ディズニー大好きな人だから、ミニーちゃん大好きだからね。なんか
なんかすごいことになってるよ。猫耳やんけ。かわいい。なんだろう。猫足やんけ。なになに、先開けていい、うん、いいよ。おれお、ごめんねごめんね。ワンちゃんがビクってした。小皿、小皿、小皿かわいいな。箱かわいいな。あ、ワンちゃんちょっと待ってね。おいしょ、よいしょ。はい、開きました。あ、こういうことだ。あ、ソーサーとカップ。ソーサーなのかな。なんか小皿にできそうなって、まあ、あれが、うん、使いようだけどね。あれが溝がないよ。うん、でもこうかな。なんかまあカップとお菓子、 お菓子かもしれないと、ポンちゃん、ポンちゃん、黒猫によく合うね。かわいいよ。ほら、ここにポンちゃんついてる。ポンちゃん好き。ほんまや。そして足跡もあるよ。ありがとう。ありがとう。こっちも開けてみましょう。使わせていただきます。避難士たちも開けないとだけどね。避難士たち、色が違う。なるほど。ちっちゃんくん色だよ。ほら、グレー。はい。やったー、ちゃんくん。あ、白も尻尾も。ってことはこっちも。気使っていただいてます。すごい、かわいい。こんなかわいいのってね。色分け。よいしょよいしょ。開かない。きっちり、きっちり。きっちり。あれ？すごい。すごい気密性です。うん、あ、ごめんね、ポンちゃん。はい、ジャンくんいらなかったです。はい、あ、内側だな、こっちは。ね、違うんだね。へえ、かわいい。うん、あの、でもこうな、こう使いたいな。あれ、かわいい。はい、ジャンくんとポンちゃん、ポンちゃん、ジャンくん、ポンちゃんだ。ジャン君とポンちゃん。この箱かわいいし、すごいかわいい。はい、で、ジャン君。はい、じゃあ君たちには食べられませんが、お菓子も開けてみましょう。シール、金型バターって書いてあるね。ポンちゃんが待っています。でもポンちゃんは食べられませんよ。よいしょ、いい、こっちゃ、よいしょ。クッキーと、こっちがクッキー。あ、よいしょ、クッキー、よいしょ。これをさ、こうやってさ、うん、置けばいいんじゃない？そうだね。ねえ、三つ入ってたよ。よいしょ。こうやって入る。あ、パンちゃん。いいね、パンちゃん。フィナンシェ。よいしょ、よいしょ。あ、ちこっちです。はい。フィナンシェ、わかった？わかんないね。うん、私が好きなさ、こう、なんて言えばいいの？ちょっと周りが硬くて中がふわふわの、うん、まあ後で食べれば分かる。バターの味のするやつ、美味しいやつだよ。はい、はい、好きだよ。ということで、お誕生日をお祝いをいただいてしまいました。ありがとうございます。はい、ポンちゃん、ポン、この部屋暑かったでしょ、ぽっちゃん。ぽっちゃん。
ちゃん。ウィンチャック。